皆さんこんにちは。こんにちは。浜松不思議話の杉です。加藤です。今回は、はいはい、私のお店のお客さんにちょっとした情報をいただきまして、うん、はい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 、浜岡原子力発電所の、うん、膨張壁、はい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 、それがなんか割合迫力あって面白いかもしれないよっていうお伺いしまして、うん、行ってみます？行ってみます。はいはいはい。で今、うん、155線、うん、もうじき浜岡かな、もう浜岡入ってるかな。どうだろう。ね、うん、横には風車、うん、そうですね、あの首都感のある。そうそう、あのコメントにもいただいて苦手な方も、そうそう、うん、ちょっと前に恐怖症のね、はいはいはい、機械をやった、うん、なんていうの、巨人恐怖症、巨像恐怖症か、はいはいはい、巨像恐怖症の話をしたら、はい、私もそうですっていうコメントいただいて、うんうんうん、風車も苦手ですって。あ、はいはいはい、なるほどなと思って、もう俺虚像恐怖症はないんだけどね、うん、まあいろんな方いらっしゃるなって、ね、あ、そうですね、うん、さて、うん、浜岡の膨張ってというのは、うん、遠州灘っちゅうか、うん、あっちのなんだ、うんうんうん、あの浜松、うん、浜松の方にも作ってるじゃん、ね、作ってるあれと似たようなものと思っていいんですかね。うん、分からんっす一切分からんっすどうもね、なんかどっかから入っていける、うん、防潮堤の近くに、はいはい、っていうようなことをお伺いしたので、うん、ただちょっと不安なのが、うん、あのストリートビュー、はいはいはい、あれでは追えなかったです。ああ、なるほど。途中までしか行けなかったので、うんうん、どうかなと思って、うん、原発のあたりってちょっと高くなってなかったでしたっけ、うん、丘見たくなってなかったでしたっけ、あそこらまで行けば見れるのか、うん、あの高くなってはいないのか、まあ向こうか海だよね、うん、だもんね、うん、逆になんか俺、そう、道は高くなってるけど、その下にこう、うん、あるような雰囲気があるんだけど、違うかな、そうでもないか、うん、まあどっか高いとこからなら、その、うん、見えたりするのかなかもしれないんだけど、うんうん、できればこう、なるべくこう、低い位置からね、こう、うん、そそり立つような絵があるのかなと思って、はいはい、絵が撮れるのかなと思って、うん、来ては見たもののどうなることやらという、はい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 、まあ場所の確認だけできればね、そうそうそう、あの辺だからそうそう、ね、ね、とりあえず行ってみましょう、はいはいはい、はい、原発目指しちゃっていいです、いいですね、いいですね、うん、じゃあ、うん、そうしましょう、行ってみますか、行ってみましょう、はい、ですね、そろそろ浜岡の原発あたりですよ、ね、うん、見えてくるかなと、うん、浜岡の原発の中って入ったことあります？いや、ない、あ、資料館みたいなのあんだよね、多分ね、前さ、はいはい、未来予想、ね、人類編でちょこっと出たんだけど、うん、そのAI 的な、はいはいはい、初代 AI 的なさ、うん、まあ、本当に初期の初期こう、ね、うん、質問してコンピューターが答えてくれるのさ、はいはいはい、それはなんか浜岡のその資料館に置かれたっていう話があったので、うん しましたね、その話、ね、うん、今じゃ割とね、こう人型の、うん、AI 搭載のなんかマツコのロボットみたいな、はいはいはい、あるね、黒柳徹子のロボット、はいはい、あるね、うん、あ、そういえばさ、これこの間びっくりしたことがあったんだけど、はいはい、GoTo Eat の件って回収しに
来てくれるんですよ。おお、はい。あのヤマトに電話するんで、ヤマト運輸さんに電話するんですけど、うん、でね、まずあの集荷ですか、うん、みたいなことを聞いて番号を押してくださいってね、うん、はいはいはい、まあ押すじゃない、うん、でね、それは押したんだけど、その後、うんうん、住所を言ってくださいって言うのよ、うん、はいはい、あれと思って、うん、住所言っただけで分かるのかなと思ってさ、お試しに言ってみたの、浜松市中区引間、うん、でね、店のね、うん、住所を、うん、住所、そしたら、うん、繰り返してくれるの、それで、へえ、なんでもそれで会話が成立しちゃってるっていうか、おなるほど、びっくりした、お AI です ね、まあね、うん、で、そう、何時ですね、うん、でそれも繰り返し言うと、何時ですか、はい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 、おお、すごいじゃないですか。あ、加藤ちゃん、これちょっと右回ってみます、ちょっと、そうそう、いやもう彼女いらんなと思ってさいや別でしょ、それは別だと思いますよ私は、それで彼女いらんじゃええじゃん、あなたどんだけ妄想癖よ2歩先行っちゃったもん、ね、ダメダメダメそんなのちょっと曲がってみましたけど、これ海岸まで行きますかね、これ行けそうかな、うん、そう、なんかやっぱり浜岡原発側はなんかこう高い柵に囲まれていて、はいはいはい、厳重管理、なるほど、ビデオカメラもやっぱり相当、ああの原発資料館っていうか、うん、ありますよね、なんかその建物の中に、うん、そこへは入れない感じですか、そういうことではなく、なんだろう、普通に行って入れるかね、うん、ちょっとでも行ってみますかね、せっかくだね、うん、まあでもそうだね、ちょっと見晴らしは良くなりそうですよ、この先、いいね、うん、海が見えてきました、綺麗な海、うん、ちょっとこれで行けるところまで行ってみます、そうですね、バックでまた帰ってくるようなこの道の広さなら大丈夫だと思います思いますよ、分からんすよ、罠にはまるよってキュッキュッつってね狭くなることもあるんで、うん、まあちょっとスピード上げてダイブしてみますここいやもう加藤君その心配あるでね海へダイブっていう心配もあるで、あ、いいね、今日は綺麗だね、ちょっと雲、お、立ち入り禁止、立ち入り禁止の鳩場の、ちょっと待ってよ、あ、ここからだと、そうだね、全然丘になっちゃってますね、立ち入り禁止なんで、ちょっと私だけでも行ってこようかしですけども、またエイさん一人で行ってしまいましたね、うん、なんか私だけでも行ってみましょうかとか言いながら、私は松田で留守番ですよ、監視されてますよ、監視されてます、防犯カメラよく見るとすごい量ついてる、あ、そう、あ、これ全部そう、もしかしてこっちなんかずっと何メートル大きい、おい、これじゃあ若者大変ですねあ、そういうこと、いや言ったことはなんとなくわかるけど若者大変ですよ、いや、ここだけど、うん、若者にとったら来たいスポットだよね、いや、でしょう、ね、車でスッと入ってこれてね、うん、景気いいじゃない、ええ、
それ狙いのカメラじゃないかもしれない売ってませんかね、なんならこれ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 、あーこれ全部そうなんだ。あーこれはすごいね、もう限界態勢ですね。限界態勢ですね。いややっぱね、原発って、うん、テロのね、あの、はいはいはい、標的になりやすいってことで、うんうんうん、ちょっとこっち側からは入れんかったっすね、うん、なんならここなんかもうこの辺若者の車で渋滞しててもおかしくない。ああ、そうね、うん、こんな人気のいないとこね、うん、若い頃絶対行きたいもんね。そうだね、まあ5メートル置きぐらいにこうそうね、うん、おいこんなにすぐ横につけんなよってさ離れてつけろよっつってねなんなら両脇そんな感じ、真ん中だけ通れるそうね、懐かしいね、そんな時もあったね。まあ、とかく免許取り立てとかとかね、うん、いやこれすごいわ、ずっとカメラついてるね。およそ 300m 先右方向です。ちょっと資料館に行ってみます。そうですね、何かその書かれてるかもわかんないです ね、うん、でもし聞ければ、うん、あの防潮堤とかを見ることはできますかっていうことをね、ちょっと聞けたらね、はいはいはい、話早いですもんね。防潮堤ってなんか防潮堤何なんか別に俺あの私は引っかかりますね陰微な響きあり、うん、なんかいいじゃないですか。あの係っていうかね、その受付かなんかのお姉さんに、あのお姉さん膨張でってことですよ。にやけるんじゃないよその時に。にやけて言うんじゃないよその時に。ダメよ絶対にやけちゃ。いや聞いてみたいですね、その、あの膨張でですか。え、なんですって、なんですって。膨何膨何っつって。バカだな。まっすぐと桜ヶ池だね。そうです ね、うん、原子浜岡原子力館っていうのがある、右折って書いてあるんで、はいはいはい、はい、平日でもこれ入れるのか、なんかちょっと手で出さないとダメな。 300m 先右方向です。ここ右ですかね。休暇日って書いてあるね、あれ。あ、本当だ、うん、今度は逆側から回ってみる。逆側から、うん、あのとりあえずさっきは、うん、うん、西側からこう海岸を目指すじゃないですか。はいはいはい。だけど、うん、東側から、東側から海岸をちょっと、ね、はいはいはい、原発を守るための防潮堤ですかね。そうそう、あ、そういうことか。じゃあ、うん、そんなに広範囲じゃないかもしれないってことですよね。そう、うん、なんかね、その浜松にある、まあ、市民を守る防潮堤よりも、うん、原発の防潮堤の方が高くて、あ、はい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 、話を聞いて、それ一般の人って入っていけますって言ったら、うんうん、いけるっつって言ってた大丈夫ですか、その、うん、返事に軽さが言われますけど言っていたので、うん、さっきのところも割と原発からは近いですよ。近かったと思う、うん、だけど、あれ海沿いに降りてっちゃっていいのかな、さっきのところ。あー、どうなんだろう。あの道は車両進入禁止だけど、うんうん、ここら辺曲がってみるじゃん。見ますか。あ、そう。お前崎の海岸ってここへ出てくるんじゃない？確か違ったかな。いや、もうちょい向こうでしょ。向こうか。うん。
おっと、この辺もちょっと立ち入り禁止臭いですよ。立ち入り禁止か、ここも。ダメですか、ね、いや、行き止まりですね。この、お、お、ちょっと行ってみる、ちょっと行ってみます、バックで回る、あれ、もうこの間はまっすぐでしたけどね、ここくねってますからね。およそ 700m 先左方向です。おっと、不思議話らしくなってきましたよ。来ましたよ。いいじゃないですか。ここバック厳しいぞ、A ちゃん。もうこうなるとバック厳しいよ。GoPro がちょっと熱で調子悪いんで。これって入ってるの？あ、はい、入ってる。あ、ちょっと開けたけど。いや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 、お、民家の感じもありの。なんだろう。いや、これあのうちの人たちのための道じゃないですよね。あー、でもそうなのかな。私有地につき立ち入り禁止とは。まあ書いてはなかったですけど。あ、車止まってる。なんか、うん。あ、民家じゃないのか。民家じゃない。なんだろう。なんでしょう。あ、まっすぐにも行ける。行けますね。なんかたくさん車止まってますね。なんだろう。公民館？いや、違うでしょ。仕事してるっぽい。お、会社だ。あ、会社だ。会社。やっぱ中電のなんかあれかな。うん。来れたと来ちゃいましたよ。だけど右は行けないので、右は行けないので、こっちですかね。やっぱこれちょっと監視されてる感がすごいですね。すごいね、ここもカメラの数が本当。あ、ここには行けないのか。ここは入れ、こっちは入れないですね。もう少し向こうでしょうか。あ、前に道が、それを右に曲がれんかね。まあ行けそうな雰囲気はありますね。うん。お、行ってる車がある、行ってる車があるぞ。左方向です。あ、コペン。お、なんかいい感じですよ。なんかちょっくらいい感じです。入れるかな。これがあれだよね、御前崎の海岸通り。あ、そうかそうか、そうか、うん、ここから入っていく感じだよね。あ、でもこの先 350m 止まり。左方向です。いや、でもこれ右行きたいですね。右かまっすぐか。なんでまっすぐ行っちゃうと 350m 先は行き止まりっていうことですよね。あ、まあでも行き止まりまで行っちゃってみても、お、面白そうかもしれん、うん。まあ要は海岸だってことですね。ね、そうだよね。うん、これより先許可車両以外立ち入り禁止。じゃあここちょっと右行ってみます。行きますか。まあこっちはだけど別に。いいだよ、ね。うん、およそ300m先左方向です。あ、なんか良さげじゃない。なんかトラックに止まってるけど。昼食かね。まあ大体こういうとこに1台トラ止まってるトラックなんざ、そのあれですよ。ってます。こらこらこら。あ、でもこのことを言ったのか。ちょっと上上がってみますかね。うん。おおお。いいよね、止めていいね、ここは。良さげですね。うん、ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。どんな感じか。うん、わかると。ああ、そうか。すごい。
ょっと向こう歩いてみます。注意されましたね。あの基本的に原発の撮影はどこからでも撮ってはいけなくて、みたいですね。でもし撮るんだったら許可が必要だそうです。はいはい、で今この前に歩いてる警備員さんから、はい、注意を受けまして、原発が映ってる動画はここで破棄してくれと。はい、で私たちは撮っていいですと。はい、でなんでかっていうと、うん、やっぱりこういう僕たちみたいなバカっつらが撮ってるので、それはみんなに周知してもらうために注意されたっていうことは、そうですね、何だったらぜひ流してくれということです。はい、ということで、うん、まあ動画も削除しましたし、そうそう、まあそういうお許しが出たんでね、 そうだね、それだけはちょっと
あの番組にしていこうかと。そうそう、うん、動画アップしようかなと思います。そうですね。でなんと今から私たち身分証の提示を求められています、うん、いいですね。YouTuber らしくなってきちゃったからね。有無も言わさずにこう拉致られるようなことがなくてよかったですね。あの警備員の方もあのいい方たちでね、高圧的な方たちでは全くなくてね。そうですね。いやこれはギリかなっていうのでどうなんだろうなこれは。はいはい、まあまあ別に僕らどうしてもね、うん、動画を上げなければいけないっていうことで。そう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 、そうです、まあ、その場でさ。まあ、立ち入り禁止も避けましたので。そうですね、うん、で、まあ、あとどうしてもあと道中移ってたら、はいはい、まあ、モザイクかけてくれと、うん、でなんかどうも走ってる最中にちょっと映り込んだっていうのだったら、うん、まあどうなんだろうなっていうような、うん、そうですね。でも、もしあっちゃったらモザイクまたはもう、流さない。そうそう、はい、今から身分証、はい、あのまあ、あの警備の方たちも顔を伏んでくれっていうことだったんで、そうそうそう、後ろ姿の許可はいただきました、ね、いただきました。まあこんなとこですかね。まあ残念ですがちょっと防潮堤ね、そうね、防潮堤見られなかったですね。できなくて、はいはい、見ることはいいんだと、うん、見ることはいいんだけど撮影はできない。で撮影するんだったら許可を取ってくれ。そういうことですね。でヘリコプターなんかでね、ここを撮るような場合は、うん、やっぱり全部許可取ってるそうです、うん、まあ、原発重要施設ですからね。そうですね。これらのこう資料でテロが起こるとはとても思えないんですけどまあまあまあ、でもそれでもやることはやらんといかん、うん、そう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 、よし、じゃあこの辺ですかね、撮影も、ね、いやー、参った参った、加藤ちゃん。いやそうですね、まさかこんなことになるとは。いや、帰りますか、じゃあ引き上げる、引き上げるも、そうですね、まあご迷惑をおかけしました。警察沙汰ということでもないないので、ね、それはまあ、それはまあよかったなと思いましたけど、これ警察連れてかれても私らわけわかんないですからね。本当にそういうことになってたかもしれないですね、もしかしたら、ね、俺中国だったら気をつけないと、うん、警備員さんが私ら立ち去るまで帰れないということで。そうです、言葉は優しかった、ね、どうもありがとうございます、すいませんでした。言葉はすごく優しかったんですが、はいはい、あ、もうこれで帰れますよね的な。じゃあ最後まで見届けますみたいなね。そうそうそう。僕らも仕事なんでって繰り返しながらこう話を進めてくれましたけど、地面に後ろ、地面にみたいなさ。手は後ろみたいなことになって、膝で首のあたりグリグリ押さえつけられてさ。カメラ回ってないだろうなって。なあ頼む、そのビデオはこちらに渡してくれ。何もしない。約束する、頼むからビデオ渡してくれ。ジャック・バウアーみたいな。噛んじゃった、噛んじゃった。もう一回ちょっと待って。揉め事のコーチェック、そのカメラをこちらに渡してくれ。鈴木バウアーです。いやー、まあよかった、本当にそうだなって思ったんですよ。まあでも中部電力のね、方も多分その
なチェックされるということで、うん、YouTube にもねちょっとタイトル気をつけてくれみたいなこと言われましたね。あ、そうなんですよね、うん、あの中部電力っていう名前を使わないでもらいたい、うん、嫌なことは言ってましたね、うん、まあ、そのあたりもちょっと警備員さんなんで、すごくきっちり詳しいわけではなさそうで、うん、まあ、ね、そういうことでね、なんか揉め事に発展しちゃいけないから、そうそう、まあちょっとタイトルも気をつけてくれる、まあ、傍聴手を見に来たっていう